皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回は今までこのニフコーヒーチャンネルでいろいろとコーヒーの器具をレビューしていきましたが、その中でも特におすすめのコーヒー器具をいくつかまとめてご紹介したいと思います。本当様々なコーヒー器具レビューしてきました。たくさんやってるうちにですね、どこが良くてどこが悪いとか、やはり価格に対してのメリットデメリット、コストパフォーマンス等々、いろんな器具があって結構一長一短な部分があったり様々ですけれども、その中でこれからコーヒー器具を買うんだったらこれがおすすめですよという、2023年5月の段階でのおすすめ器具を紹介したいと思います。それではやっていきましょう。まずコーヒー器具選びをするにあたって、味わいが変わる器具なのか変わらない器具なのかで予算配分を変えた方がいいと私は思ってます。コーヒーの味を大きく変える要素としては、まず器具だったらミルですね。ミルとかグラインダーと呼ばれますけれども、コーヒー豆を粉にする道具、これはコーヒーの最終的な味をすごく左右するので、これに関しては予算が限られているようでしたら比較的ここはいいものを選んでいただいた方がいいと思います。それ以外でコーヒーを抽出する器具としては、コーヒーメーカーを買うんでしたらコーヒーメーカーでフォトス見ますし、それ以外でご自身で抽出するんでしたらドリッパーとサーバー、あとはドリップポットっていうのが必要になってきます。あと今回は器具の話ですけれども、お使いいただくコーヒー豆っていうのも大きく味を左右しますので、ここはいいコーヒー豆を使うっていうのが大前提っていう感じにはなってきます。今回はコーヒー豆の話はしないで器具の話にしますね。まずコーヒーミルの選び方としては、一番大きな分類として電動と手動があります。で、電動になるといろんなパーツが増えてくるっていうのがありますので、比較的値段は高くなっていきます。一方で手引きミルっていうのはモーターとか電気関係の部分がないので、比較的値段は抑えることができます。その代わり手で回すという感じですね。家庭用の1万円しないぐらいの価格帯だと電動ミルはそんなに進化がなくて、手引きミルはもう進化が凄まじいですね。これから器具を揃えようって方でしたら、まずミルは手引きミルを選択していただくのがいいかなと思います。で、手引きミルを選ぶ中でまず考えるのが、エスプレッソをするか、それともエスプレッソはしないでドリップとかフレンチプレス中心なのか、ここでまず買うものが変わってきます。エスプレッソはどうしても専門的な機能より求められるスペックが変わってくるので、エスプレッソをやらないんでしたら選択の幅は結構広がります。エスプレッソをやるんだったらもう私がおすすめする機種っていうのはもう一つか二つに限られてきます。まずですね、エスプレッソをやらないよで、コスパはいいものっていう感じでしたら、キングラインダーの K0、 これが一番おすすめです。とにかく安くて品質も良くて、それで仕上がったコーヒー豆の粒度、粒の均一性とか微粉の量っていうのも少なくて、めちゃくちゃコスパがいいです。家庭用のミルだったらこれ買っとけば問題ないよねっていうぐらい十分な性能ですね。全然安っぽさもなくて価格もこれぐらいで買えてしまうという感じです。このキングラインダーの K0 に関しては容量が 20g から 25g しか入らないんですね。なのでよく2人分とか入れます、2杯分とか入れますって感じでしたら、もうちょっと大きいサイズが欲しいよねっていう感じになってくるんですね。そうなってくると次におすすめというか、ちょっと容量が大きいタイプでおすすめなのがタイムモアの C2 とか C3 になってきます。このニフコーヒーチャンネルでもタイムモアの C2 MAX よく出てくると思いますし、私も自宅では C3 MAX を使っています。この辺も価格は比較的抑えられてて非常に性能はいいです。キングラインダーと遜色ない性能を持っていますので、このあたりがおすすめです。タイムモアに関しては収納袋もついてきますし、重さも比較的軽いんですね。全体の作りのバランスも非常にいいので、なんか迷ったら結構タイムモアいいかなと思います。ちょうどこの動画を撮影するにあたって Amazon を見ていたら、このなんかゴールデンウィーク期間中でタイムモアの C2 MAX だけ
なんかタイムセールやってて結構安くなってましたので、まあ、この動画見て買おうかなと思っている方いらっしゃったら、あの安いうちに買っていただくのいいかもしれません。エスプレッソも挑戦するかもしれないと思っている方でしたら、おすすめはキングラインダーの K2 ってやつです。見た目は K0 と一緒なんですけれども、中の刃の構造が違っていて、しっかりとエスプレッソにも対応しているものになってきます。エスプレッソの調節が効く範囲内でこの価格で買えるのは異常に安いので、まあ、将来的にエスプレッソもやるかもなと思っている、もしくはエスプレッソ専用で買い足すっていう感じでも、この K2 っていうのはめちゃくちゃいいと思います。手引きじゃなくてもう家庭で飲むには、まあ、電動がいいんだよっていう感じでしたら、一つおすすめはゴダムのビストロというミルですね。まあ、これは電動のミルで非常に使い勝手も良くて、まあ、性能も価格と考えると非常にいいのかなと思います。先ほど挙げた手引きミルのタイムモアとかキングラインダーと比べると、粉の均一性とか微粉の量、引いた時の粉の品質っていうのは少し下がってしまいますけれども、でも電動でこの値段で家庭ユースだったら全然十分な性能かなと思います。味を求めるんでしたら手引きミルのタイムモアとかキングラインダーの方がいいと思います。今紹介したのはだいたい1万円あたりの価格帯ですね。でこれよりも安い価格帯になってくると、手引きミルだと刃の素材がステンレスとか金属ではなくてセラミックになってきたりとかします。そうすると格段に味に直結する部分の粉の粒度とかってかなり悪くなってくるので、一番金額を抑えるとしてもキングラインダーの K0 をおすすめします。当チャンネルの、まあ、過去の動画ご覧いただくと分かるかもしれないんですけれども、今紹介した手引きミルよりも値段をもっともっと高い手引きミルとかも結構存在するんですけれども、その辺になってきても差はそんなに変わらなくなってきますね。まあ、値段が本当に2万3万4万とかする手引きミルとかもありますが、めちゃくちゃ味に差があるかっていったらそんなことはないので、やはりこれぐらいの価格帯が一番ちょうどいいのかなと思います。では次に、コーヒーメーカーですね。コーヒーメーカーは、まず電気を使わないやつで結構良かったよっていうのは、このオクソーのオートドリップコーヒーメーカーです。まあ、詳しくはあの動画見ていただきたいんですけれども、あのコーヒーの粉とかをセットしてお湯けにお湯をガーッとかけるだけで、あの出来上がってしまうというものですね。非常に便利グッズで、一家に一台あってもいいんじゃないかぐらい非常にいいものです。それ以外のコーヒーメーカーだと、サーモスのこのコーヒーメーカーと、あとはちょっとおしゃれな感じでもうちょっと小さめなコンパクトなやつだと、この象印のスタンはおすすめですね。まあ、どちらも非常に美味しく入ります。コーヒーメーカーじゃなくて、それ以外の手で自分でコーヒー入れますっていう感じでしたら、ドリッパーとサーバーと、あとはドリップポット、この3つが必要になってきます。まあ、ドリッパーに関してはちょっとだけ味は変わりますが、すごく味が変わるわけではないんですね。なのでもうお好きなデザインのものとお好きな形状のものを選んでいただくのがいいのかなと思います。まあ、その中でおすすめしているのは、使い勝手で言ったらハリオの V60 のプラスチック素材なんですね。あとはフラワードリッパーのプラスチック素材のやつもいいと思います。使い勝手ではなくてデザイン的に個人的にいいよっていうのは、トーチっていうところが出しているドーナツドリッパーですね。このあたりはおすすめですね。サーバーに関してはコーヒーを受けるだけのものなので、あの当然味は変わりません。何を使っていただいても。その中で定番はガラス製のものですね。で、最近プラスチック製の割れにくいサーバーっていうのが出てます。このアケボノ産業のサーバーですね。これは非常に使い勝手いいです。やはりガラスじゃなくてプラスチック素材になることで、非常に洗う時とかもあんまりストレスなく使えますので、結構プラスチックいいなと思います。その代わりこのあけぼの産業のサーバーの欠点としては、長く使ってるとコーヒーの着色があって、それが落ちないっていうことですね。なのでガラスだったらずっと綺麗な状態でも使えたりするんですけれども、このプラスチックのやつに関してはコーヒーの色素がついてしまうっていうことがあります。それと比べても個人的にはこのプラスチックのサーバーを一回使っちゃうともうガラスに戻れないなって思うぐらい非常に使い勝手いいので、ぜひ一度手に取っていただくといいのかなと思います。あとは最後にドリップポットですね。ドリップポットも味を変える要素ではないので、もう
使い勝手の良さそうなもの、自分の手にとってしっくりくるものを選んでいただくのがいいかなと思います。電気でお湯を沸かせる、そしてコーヒーのドリップをそのまま行えるっていうものでしたら、このエペイオスの電気ケトルがいいと思います。温度も1度単位で調節が効きますし、お湯沸かしも自動でできる。そうじゃなくて、家にお湯を沸かす器具があるので、それ以外の普通のドリップポットが欲しいよっていう感じでしたら、まあ、月うさぎ印のステンレスのやつを私は使っていますが、それだったりとか、結構 Amazon で1500円とか2000円ぐらいの先の長いやつがあったりとか、ああいうのもありますし、いろいろ出てますので、まあ、自分の気に入ったデザインのものを選んでいただければいいのかなと思います。特に値段を非常に抑えて買いたいなという感じでしたら、ハリオのドリップケトルエアーっていうのが一番安価かなと思います。まあ、前にも軽すぎるので、ちょっと使うときに慣れる前に少し時間かかるかもしれないですけれども、これでも必要十分な感じですね。ざっと駆け足できましたが、いかがでしたでしょうか。基本的にはやはりコーヒーというのは、味を変える要素がコーヒー豆とミル、コーヒーの粉の品質ですね。ここが一番重要になってくるので、ここに予算を割いていただくのがいいと思います。でそれ以外で海藻良い部分は自分の好みに合ったものを選んでいただくっていうのがいいと思います。コーヒー器具は本当にいろんな種類があるので、まあ、自分の好みな器具で美味しいコーヒーをぜひ入れてみてください。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒー応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録やご質問や何か動画のリクエストなどありましたら、コメント欄へいただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーは、ニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。